J リーグの試合年間30試合他芝生の養生で使えません。どうすればいいんだ。実際もうやめたいところも少なくないやろ。コストばっかりかかる。熱田にスタジアム作ろうとして税金申請したら却下されたくらいには J はやばい。 J3 じゃ無理に決まってるし、サッカー専用の方がまだ使えるわ。陸上競技場の方が使い道ないわ。国立が代表だろ。稼働率上がるじゃん。誰が使うねん。頭悪そう。トラックなんて年に何回使うと思ってんや。そんなん立地によって違うやん。アホでもわかると思うがう。国立でいいよ。何回使うの。知らんわ。国立につけアホう。トラックあるとか言うのう。市民の税金で建てたのに市民が使えないのかわいそう。国立競技場小学生の陸上大会もやってて色々と使ってるみたいやな。年一くらいやな。スタジアムができるのはまあいいんだけどさ、ラグビー好きとしては球技場と言いながら円ゴールが満足に取れない。実質サッカー場は納得いかん。西京極みたいに平日もトラック開放すりゃええのに、うちの母校の陸上部が週3くらいで西京極使ってたぜ。そういや陸上トラック併設スタジアムで芝に入るなってロープ張ってるな。そやな、トラック走るスパイクで芝に立てば芝痛むわ。フィールド競技やと鉄球に槍に円盤に何時間も投げ込むしなう。なお去年陸上競技は13回利用された模様。